タ TV をご覧の皆さん、こんにちは。HTB 北海道テレビ放送アナウンサーの福田太郎です。福田太郎さんと一緒に野球をやっていくわけなんですが、実はこの太郎さん、ご覧のようにサブマリン投法の持ち主。いつからアンダースローなんですか？高校ですね。ちょうど1年生の時のエースの3年生の先輩がアンダースローで、かっこいいなって思ってたら、なんか自分も気づいたみたいな。なるほど。でもやっぱ上から150とか投げたいじゃないですか、はい、大学入ってから上から投げようと思ってたんですけど、はい、もう当時の4年生の先輩がすごすぎて、斉藤さん、大石さん、福井さんっていう、ああ、その世代ですか。あの3人いたんで、まあ、当時1年生でしたけど、これはかなわんなと思ってアンダースローを貫きました。ご紹介遅れました。太郎さんの旧歴は、今お話にもあったように佐賀県立鳥栖高校から早稲田大学、硬式野球部から準硬式へ転部、13年間ガチで野球に取り組んだ本格投手。 HTB ではスポーツ実況や朝の情報番組の MC を務めていた。おお、ナイスボール。おお、ナイスボール。おお、ナイスボール。わー、すげえ。ジャイロ回転でこう、うわーってくる感じ。ってます。わー、きれい。すごいよ。すごい。すごい。変なとこ行ったらごめんなさい。わー、ナイスボール。わー。わー、きたー。わー、インハイ。ストライク。ああ、ナイスボール。わあ。いやーさあ。右回の挑戦をかけて。お、サークルチェンジ。おお。おお。おお。準攻式に転部したときに。はい。僕もともとシンカー決め球だったんですけど、ええ、なんか本当にもうツーシームみたいな感じで落ちなくなってきて、はあ、でたまたま桑田さんが当時早稲田の大学行きなっしゃって、はい、ふらっとグラウンド来てピッチャー陣見てくれて、これで投げてみてこうやって OK にするんですよ。いや、OK、 OK でそのまま投げたら落ちるからって言って、はあ、あー、こっちね。あ、すげえ。